皆さんこんにちは、澤部椿役を演じます柚木風花です。椿ちゃんはすごく運動神経がいい女の子なんですけども、ちょっと私は運動神経が全然ないのでそこを今からしっかり練習して、ちょっと運動神経いい女の子になれるように頑張りたいと思います。こういった制服を着て舞台上で演じるということがなかなかないので、学生に戻った気分ですごくこうキャピキャピっていう風に気持ちがなってるので、ちょっと青春をしっかり味わえるように、そして皆様にも青春ってこうだったなって思い返せることができるように頑張りたいと思います。この作品は切なく甘酸っぱい恋模様だったり、あとはいろんなそれぞれの役の葛藤があったり、きっと皆さんにも重なる部分があるんじゃないかなと思います。しっかり椿ちゃんの繊細な心の部分も表現できるように頑張りますので、見に来てください。ミュージカル4月は君の嘘、ぜひ劇場にお越しください。お待ちしてます。